空気が読めない同僚がいます。え、今この話しちゃうの、なんで、というようなことが多いのです。今までも職を転々としてきたようです。職場に馴染めるように力になりたいのですが、何か良い方法はあるでしょうか。そうですね、いわゆるですね、これが強い場合には一種自己愛型人格障害とかいった、まあ、それは精神病理のこの可能性、これがあるんですね。で、まあ、こういう人に関してはですね、まず結論から言うと、こうすぐにその人の人格が変わるというのはなかなか難しいんですね。ですから付き合い場合には肩の力抜いて長期戦を確保してですね、まあ、コツコツと、まあ、付き合っていく必要があると思います。まずこの問題の最初は本人が自覚があるかどうかですね。本人が自覚がある程度あって、ないし言われたら素直に受け入れる、そういった素養があって、あなたのアドバイスを聞く場合にはコツ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 教えてあげていくと、まあ、結構結果早く出るかなと思うんですが、むしろ問題なのは本人としては自分が悪いとは到底思えず、他人が自分をいじめているっていうのは理解を殺する場合だと思います。そういった場合が結構あるんじゃないかなと思いますね。まあ自己愛、これが強くて批判に弱いというか、まあなんで空気読めないのかって言ったりすると、途端に自分を落とし入れようとする人がいるみたいな、そういった反応する場合があるんで、まあそういったタイプでないかは一応気をつけて対応しないといけないと思います。そもそもが空気が読めないわけですから、何かその人の現実認識が歪んでいるわけで、その現実認識がその普通だと正常だということを前提に助言すればうまくいくというわけではないので、まあ、そこら辺はですね、まあ理想としてはやっぱりこういったタイプに関する心理学的な知識、これを得た上で対応した方がいいかもしれませんね。まあこういったタイプの人ごとをよく勉強してから対応した方がいいように思います。